はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は1月2日にアベマプレミアムで放送が行われまして、また1月1日から1月11日まで新聞赤旗で岐阜の掲載があった新人王戦記念対局のハイライトやらせていただきたいと思います。先手が伊藤新人王、後手が藤井竜王で相掛かりの進行となりました。そして9手目に9六歩と突くおなじみの形となります。で、藤井竜王は5二玉と一旦中住まいに、囲っていきました。そして4六歩、9四歩と駒組みが続いていきます。似たような形から藤井竜王は、3七銀から4六銀と繰り出して伊藤四段を下したことがあったんですが、伊藤新人王は4七銀型に組んでいきました。そして8六歩、同歩、同飛車とさばきまして、8七歩、8四飛車となっていきます。これで7六歩と、角道を先手が開けていきました。後手も3四歩と強く角道を開けて、これで角がぶつかり合う形になります。で、先手は6八玉とこちらに上がりました。で、後手は7三桂と跳ねまして、以下1五歩と伊藤四段が手待ちをしていきました。で、ここで、何か、6四歩のように囲う手もあるんですが、藤井竜王が強く8六歩と仕掛けていきます。同歩、同飛車となりまして、で、この7六の歩をどうやって受けるかというのがこの局面の焦点となったんですが、実戦は先手が5六銀と上がっていきました。仮に7六飛車と横歩を取れば8七金と上がりまして、7五飛車に2二角成、同銀と1回角交換して8六金と上がる手があります。これで無理やり飛車をどかしてから8二角と打ち込めば、次の9一の香取りが非常に受けづらく、またその代償を求めようにも手が難しいため、これは先手が優勢な形勢となっておりました。ということで、この7六飛車と横歩を取る手は成立しないということですね。そして藤井竜王は9五歩と本局の命運を託す端攻めを敢行していきました。そして同歩に9七歩と垂らしていきます。で、先手が同香と自然に応じるんですが、そこで8五桂馬とさばいて、9七の香車を取りに行きました。一見調子が良さそうな攻めなんですが、後手は歩切れ、さらに切らされるとちょっとひどいということで、形勢はプラス50点ほど、わずかながら AI は先手に触れておりました。ただほとんど互角ということですね。で、実戦は2二角成と受けの負担になりそうな角を先手がさばきまして、同銀に8七歩と手堅く打っていきました。で、ここで藤井竜が長考になりました。7六飛車と取るか、9七桂ならずと指すかというところですね。例えばここから9七桂ならずと考えられるんですが、以下8六歩に8九桂成で7九の銀取りに当ててどうかということですね。これに対しては5八玉と寄る手が好手で、先手玉がまだ安全で、さらに8二角と打たれる隙も残ってしまって、あまり後手が芳しくないと、いうことで、藤井竜王がこの9七桂成を見送って7六飛車と横歩を取っていきます。そして先手が7七歩と受けたんですが、これがあまり良くなかったようで、形勢の針が後手に傾きました。ここでは強く8二角と、結果論ですが、打ってしまった方が良かったというお話がありました。以下、9七桂ならずと後手も取っていくんですが、1回同桂と応じまして、9六飛車で、9七の桂取りに当てるんですが、ここで7三歩と、この急所の歩が厳しいですね。8三銀なら9一角成と取りまして、9七飛車成なら8二馬と引く8三の銀取りが非常に受けづらく、例えば8四銀なら7二歩成とと金を作って、これは先手が有望となります。この瞬間に7五香車と、この7筋に歩が立たないことを見越して、カウンターを入れる手がありまして、これは非常に難解な形勢だったようです。もうどっちが勝ってもおかしくない一手違いのギリギリの激戦ということですね。ということで、この変化になっていればほとんど互角の、最終盤の切り合いという形だったんですが、実戦は7七歩と先手がそれを避けて7五飛車となった局面で200点ほど後手に振れております。そして実戦はここから9六香車と先手が指したんですが、ここで後手にかなり厳しい一撃がありまして、一気に形勢が傾きました。それが9八角ですね。おそらくちょっと伊藤新人王、この攻め軽視していたでしょうか。
これがかなり厳しい一撃となりまして、後手に1000点ほど形勢が傾くという展開になりました。パーセンテージでいうと 80% ほどですね。ちなみに、この9六香では8八銀と上がっておけば、少なくとも本譜の攻めはなく、まだ後手が若干リードながら桂成から9五飛車という軽やかなさばきがあって、後手が若干リードながらまだまだ難しい戦いが続いていたようです。では9六香に9八角が強烈な一撃で、桂取りを受けるためには8八金と寄るしかなかったんですが、そこで8九角成と桂をもぎ取られまして、同金に7七飛車成と強烈な攻めが決まりました。が5九玉に8七竜と寄っていきます。これが京都金の両取りで厳しい一着ですね。で、実戦はこの両取りを受けるために7八角と仕方なく手放すんですが、冷静に8六竜と引いて、次の7七桂成が非常に厳しく残りました。で、実戦は8八銀と先手が粘りを見せていきます。これも油断ならない一着で、例えば平凡に7七桂成とすると、取って、5五角と京都竜の両取りをかけて、これはもうかなり危ない形勢となります。なのでここでどうやるのかなと思って見ていたんですが、藤井竜王は9七桂成と逆方向になるうまい手を用意していました。これで同銀同竜となった時にさっきと違って、5五角のような反撃がないということですね。わざとそっぽに行く桂成が好手で、さらに差が広がる格好となりました。で、適当な受けがない先手は8二角と攻め合っていくんですが、そこで8七歩が非常に落ち着いた一着でした。これで、角の利きを遮って次に9六の香車が取れるようにしております。で、先手は7三歩と切り札を放ちまして、8三銀に、6九角と8八歩成を消して辛抱しつつ、2八の飛車をこうスーッと利かせていきました。そして後手はここから9二香車と一回香車を逃がすような手も考えられたんですが、強く9六竜と取っていきます。そして9一角成となった時に解説の高見プロを驚かせた素晴らしい好手がありました。それが7一金ですね。9一角成の瞬間5四香とか攻めたくなるんですが、それだとどかしゃで8二馬と引かれて一気に差が詰まると恐ろしい変化がありました。ということで、この7一金が8二馬の活用を防ぐ、さらに8二銀や9五竜で馬を詰ましてしまう手を見せた素晴らしい膠着で、ここで形勢の針がさらに後手に傾いてマイナス1200点ほどというふうになっております。パーセンテージでいうと 85% ほどですね。7一金本当に見事な一着でした。例えばここから7二歩成として同銀に5五馬とすれば馬は生還するんですが、このタイミングで5四香車と馬と銀の田楽出しを放たれまして、先手がかなりまずい展開となってしまうということですね。ということでちょっと7二歩成が指せない、後の5四香があって7二歩成が指せない先手は、仕方なく7二香車と打ったんですが、そこで9五竜と取られます。以下7一香成に9一竜と、この要の馬を取られてしまいました。で、先手は7二歩成と仕方なくなっていくんですが、ここでまた個人的にとても驚いた、素晴らしい一着がありました。それが9六竜ですね。駒を派手に捨てる手とかじゃないんで、すごく地味な手ではあるんですが、これが素晴らしい好手でした。この手の意味は、シンプルにこの8七角という手を防ぎつつ、竜を5四香とかの攻めに使っていくという一石二鳥の好手なんですが、それにしても、この局面で9六竜って指せる棋士が一体何人、いるか、本当にアマチュアにはちょっと指せないようなすごく渋くて、巧みな竜の活用だったなと個人的には思いました。そして先手は4八玉と、上がっていくんですが、ここで手番を得た後手が5四香車と放っていきます。厳しいですね。仮に4七銀と引くと、ちょっとこの1四角とかで5七地点を集中砲火するような手がありまして、ちょっと厳しいということで、実戦は3六角と先手が上がっていきました。そしてここから
実戦は4四桂と藤井竜王が手堅く埋めていきます。まあ、ちなみにこう3六角にすぐ5六香だとこの3六角の利きがスーッと取って、結構危ない筋も例えば7三ととかどっかで引く手も生じたり結構後手にとって危ない筋があったんですが、4四桂でこの角をどかしてしまうという発想ですね。そして実戦は4五角と、まあ、ちょっともうこのラインから角筋が消えてしまうと勝ち目がないということで伊藤四段がなんとかこう頑張っていくんですが、そこで3三銀がこれまた落ち着いた一着でした。いやこれも本当にまさにプロ中のプロの手という感じですね。いろいろなんか5六桂とか5六香とか、あと8八歩成とか有力そうな手がたくさんあるところでじっと壁銀を解消する3三銀、これ本当に見習いたい一着でした。評価値的には少し、差がですね、200点から300点ほど詰まるという格好にはなったんですが、やっぱりこういう手本当に負けづらくて実戦的にすごくおすすめな一着ですね。で、実戦はここから、6六桂と伊藤四段が、竜の利きを防ぎつつ5四の香車に当てて頑張っていきました。で、そして後手は5六桂と上に行きます。が同歩に7六竜と、これもまた渋い活用ですね。まあ、7六竜、まあ、次に6七竜を狙った手ではあるんですが、すごく落ち着いた活用でした。で、先手もちょっと6七竜食らっちゃうと持たないので、5八金と上がっていくんですが、そこで4四歩と、この5二の王様の懐を広げつつ、ついていきました。そして、平凡に3六角と引くと、5六香車と走る手が、今度は5八の金に当たっていて非常に厳しく、まあ、3六角が6三地点を睨んではいるんですが、まあ、5六香車がそれ以上に早いので、先手が負けるということですね。例えば4七金なら6七竜と食らいつかれまして、これはちょっと先手玉風前の灯火ということになってしまいます。まあ、ということで伊藤四段は6二と金と捨てていきました。以下同玉に5四桂馬と手順に食らいついていきます。で、仮に同歩なら、同角が竜と金の両取りでいっぺんに逆転模様となるということですね。まあ、ということで、ここから後手は7三玉と上がる手、そしてまあ7一玉と成香を取る手があるんですが、まあ、7一玉はちょっとね、あの7三金などで危ないので、まあ、7三に行って無難に勝つだろうと、そういうふうに見ていたんですが、藤井竜王は全く妥協せず、なんと7一玉という非常に危険な逃げ場所に逃げていきました。もうすごい手でしたね。以下先手は7三金と食らいついていきます。これでパッと見8三の銀取りと6二桂成から6三角成のような筋が受からず、パッと見ちょっと逆転したんじゃないかなってちょっと正直思ってしまったんですが、以下8四角と大手金取りはかかるんですが、そこで7五桂が絶好の切り返しで、ちょっとこれ本当に逆転したんじゃないかなと正直恥ずかしながら思ってしまっていたんですが、すべて藤井竜王の読み筋通りでした。で、ここから例えば同角と取ると王様かわされて、この8三の銀取りと6二桂成が残って本当に大変なことになってしまうんですが、ここから同角と取らずに、冷静に5四歩としたのが、読み切りの一着でした。これで8三金なら7五角と大手で桂馬が取れるということですね。ちなみに5四歩以外だったら全て、逆転でした。例えば7三角なら8三桂成で7二銀の詰めろで取りに当たりますので、これは逆転。また、さっき言った7五同角も王様かわされて逆転模様ということで、5四歩だけが唯一、後手玉を救う好手だったんですが、ここまでしなくても7三玉で簡単に勝てそうだっただけに、妥協しない藤井竜王の凄みが現れていた手順だったと思います。で、実戦はここから、6六香車と打っていきました。そして後手は7五竜と桂馬の方をもぎ取っていきます。そして8三金に、まあ、ここから4五歩と角を取ってはっきりと先手の攻めが切れ模様となっていきました。実戦はここから7三銀と打っていったんですが、6一玉と冷静にかわされてはっきりと
切れ模様となっております。まあ、ちなみに、ここで6三香成と7三銀ではなく6三香成とすれば後手玉必死なんじゃないかと思われた方いらっしゃると思うんですが、ね、これに対しては7九竜と潜り込まれて、なんといきなり先手玉が危ない状況となります。これで8四角から王手がかかっておりますので、8四金と取るしかないんですが、そこで3九銀と打つ手が非常に厳しくなります。3八に行くと2八銀成と取られてしまうので、5七玉とかわすのが一例なんですが、そこで6五桂と打たれまして、4七玉なら4六歩と取り込む手があります。ちなみに6五桂に、6六玉は7五竜で詰みですね。なので、4七玉と行くんですが、4六歩と取りまして、同玉に3五銀と打つ手がありまして、一見4五玉で抜けているようなんですが、この7九竜の利きで7四地点が塞がっておりますので、4四銀上がるでぴったり詰みになります。5四玉に4二桂と逆方向から打っていきまして、6四玉に8二角ですね。これが攻守で、てか7三、手本になんか7三に合駒すると、そこで7五竜という形で詰みになります。7三成香とすれば、7五竜に6三玉で逃げ切れそうなんですが、一手早く6一香車と打たれてしまいまして、で6二銀は同香で、これで同成香と取り返せませんので、無効ですね。8二の角が睨んでおります。なので、6三地点から合駒するしかないんですが、そこでやはり7五竜と、最後はこの竜が効いてぴったり詰みという恐ろしい手順がありました。伊藤新人王もそれを読み切ってさせなかったということですね。まあ、ということで、ね、水面下で深い読み筋がぶつかり合っていたんですが、結局7三銀を選択するしかなく、6一玉で切らされてしまいました。で実戦はここから8四銀ならずと角を取ったんですが、藤井竜王に素晴らしい豪快な決め手がありました。これが4七香ですね。平凡に竜をかわしてもよかったんですが、この4七香が一番早い決め手というふうに AI でも出ておりました。まあ、解説の2人も、まあ、4七香がその AI の読み筋にあるということは分かってはいたんですが、まあ、実際に本当に、まさか本当に刺すとはという感じで、非常に驚いておりました。で、実戦はここで同金と取りまして、7七竜まで、先手無念の投了となりました。最後の4七香もかっこよかったですね。例えばここで、3九玉とかわしても、3五桂が詰めろになってしまいます。6三香成なら2七桂打ち同飛車3八銀という華麗な捨て駒があって、同玉に4九角3九玉3八銀から2七桂成までという、まあ、比較的ここまで来ると容易な並べ詰めとなってしまいます。またこの、4七香に、まあ、同玉と取るのも4六歩と取り込まれまして、これで竜筋がスーッと通ってきて厳しいですね。同玉に3五角と打ちまして、3六玉、4四桂と打って、で4七地点行くと4五竜があるので、2筋に行くしかないんですが、2六銀とかぶされまして、3八玉、4六桂とひたすら王手をかけ続けられまして、以下、2七銀打ちと、これで先手玉に必死がかかって、後手の勝ちとなります。で例えば、7五銀と取れば、2八銀成としまして、同玉なら、3八飛車の一手詰め、そして、7五銀、2八銀成に、4八玉なら、あれですね、5八桂成と角筋をスーッと通して、金を取って、同玉に、6八飛車と打って、どこにかわしても、頭金までの詰みということになってしまいます。まあ、ということで、まあ、ちょっと、こういった筋もすべて読み切った上での同金だったんですが、7七竜が絶品の活用で投了となりました。投了図から例えば、そうですね、6三香成とすると、6八竜という王手が非常に厳しくなります。角香だけではまだ後手玉詰みませんので、この瞬間に詰めろの連続で来られて負けになってしまうということですね。例えば3九玉で飛車をぶつける手はあるんですが、それに対しては2七桂が詰め将棋のような攻守で、4九玉なら2八竜と取って勝ちですし、
また同飛車も3八銀2八玉、3九銀打ちと重ねていきまして、2七銀成から、銀で作った拠点に2八竜と飛び込みまして、3六玉3五飛車まで詰みとなります。またそうですね、6八竜に5八香車と合駒する手も3五桂と打たれまして、これで次に4七桂成からの詰めろで一手一手の寄せとなります。例えば7三角と攻防風に打ったとしても、5九角と打たれまして、4九玉に4八銀という鮮やかな寄せがあります。同金なら同角成と取りまして、同飛車に5七桂とここから捨てる手があるわけですね。仮に同香なら4八竜同玉4七銀と打たれて、どこにかわしても頭金までの詰みとなってしまいます。また同飛車5七桂に3八玉とかわす手も2七銀と打たれまして、3九玉5九竜と潜り込まれて、4九合駒に取って4七桂ならず、あるいは3八金あるいは3八銀までの詰みということになります。ということで、まあ、ちょっとね早いようだったんですが、伊藤新人王はもうこの7七竜の局面で、勝ち目がないということを悟って投了ということになりました。98手藤井竜王の完勝譜でした。本当に本局は驚くような手がたくさん出た。7一玉とか、96竜7六竜といった渋い竜の使い方、そして最後4七香車という決め手、本当に、まあ、序盤中盤終盤隙のない、藤井竜王の完勝譜だったと思います。やっぱりね、残り持ち時間が互いに3時間ということで、本当に記念対局非公式戦とは思えない、本当にもうガチガチのバトルだったと思うんですが、藤井竜王が貫禄を見せつけた格好となりました。まあ、ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ご評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。